どうも、シネコです。今回も、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。里のダイヤモンド編、パート6、通算パート、パート21ということでですね、今回で里のダイヤモンド編は最終回になると思います。現在のね、ステータスこんな感じです。スピードが B ランク、スタミナ C、パワー C、回復さ C、根性 D って感じになっています。現在のスキルは、7個ですね。7個あります。まあ、まだまだ取っておきたいですね。ということで、夏合宿ですね。どうしましょうって感じなんですけど、まあね、とりあえずいろいろね、見ていきましょう。スタミナ、何あげたらいいんだ？スピードあげたいな。もうスピード、ドカンと、やっちゃいましょう。って感じなので、いろいろお買い上げしましょう。お買い物しましょう。さあ、これで多分、賢さが C プラスにね、なりました。で、確か夏合宿中は、シュネコは、試合レース組まないので、なんかレースあまり組みたくないなっていうね、そんな感じがしますので、まあ、使いましょうか。なんだったっけ？スピードですね。記憶力ないんか。よし。では、ブートキャンプメガホンも使っちゃいまして、で、ちょっと体力回復のやつも使っときましょう。OK。あー、スタミナ使った方が良かった。スタミナでやっといた方が良かったかな。でもね、スピード上げたいんだし、猫は。33も上がったよ。だいぶドカンとかね。根性か。根性に、友情トレーニングが来てますね。ちょっと一回、体力回復しときましょう。あともう、変えないですもんね。変えたいけど、変えないね。では、体力回復のやつ。と、どうしよう。まあ、根性、まあ、そうね、スタミナ、パワーを、あのメガホンじゃない、これを使って、いったらどうだ？おー、まあまあ、上がるかな。まあ、スタミナも、簡単、スタミナも上がりますしね。オッケーパワー C プラス。直線回復のヒントレベルアップ。オリジンやったと思いますか？あれとパワー上がったよ。そう、スタミナ。おー、23も上がるの、一気に。スピード上げたいんだけど。まあ、やっちゃいましょう。一気に上がるね。さあ、スタミナ C プラス。C ランクだったのが C プラスになりましたよ。さあ、バイタル20使って、練習獲得のやつも使っちゃいましょう。ただ、どうだ？体力が、あ、大丈夫そうだね。一回ぐらいはいけますね。よし。では、スピードを、まあ、B プラスにね、なんかしておきたい気がしますので、スピード上げちゃいましょう。さあ、夏合宿終了です。スピードと根性の差に300の差が出てしまったよ。これはどうしようか。どうしようかって感じしますが、まあね、やっていきましょう。4%、シュネコは 4% でもあまり怖いんですけど、まあやってみましょうか。成功です。一瞬ドキッてするよ。根性アップ。さあ、G2 だ。G2。ね。前回のパートでですね。連続1位記録が、取り入れちゃったのでね。1着、3着、3着って取ってしまってね。まあ、取り入れちゃったので、まあ、今回のパートは、1位よね。まあ、1位ってか、1着ですね。1着を、まあ、取っていきたいなって感じでいきましょう。一番人気で G2 出ます。G2 です。
オールカマー中山レース場芝 2200m です。レッツゴー。 OK、 スタート大丈夫。4倍速でお届けいたします。いつも通りですね。さあ現在は、真ん中ぐらいの位置かな。 1600m 残り1400通過します。さあスキルね、発動しますね。 1000m を切りました。残り 800m です。さあ現在3番手の行き、2番手上がってきましたよ。1番手です。先頭、ここから先頭キープできるかな。残り 600m。 おお、そうか、スピードを上げた分バーっていけるようになったんだね。残り400。それスキル使ったっけ。さあ独走状態、200通過。もう安心して見てやれますね。クリア、よし。一着ですね。これは、大差？あ、8馬身差ですね。やりましたよ。さあ、連続一着記録。最高心ね、狙いましょう。ポイントゲット。さあ、まだ、ジェンドランクにもね、上がれませんね。でも、あと、3万人ぐらいでね、いけますね。確か、前回のね、マチカネタンホイザ編も、レジェンドまで行ったっけな。やったね。さあ、ショップ見ましょう。体力回復したいけど、あるね。ありますね。注目株。注目株って持ってたっけな。根性アップ7。注目株って持ってたっけ、持ってないね。まあできれば取りたいな。さあスキルも取っておきたいですね。ただね、取れるスキルがあまりない。まあ取れ、まあ金、まあ金スキルね、取りたいなって思ったら怒涛の追い上げとかね。まあまだかな。まだ取らないでおきましょう。で、このターンはシュネコは休ませます。寝不足で、あー出てしまった。夜更かし気味が出てしまったぞ。夜更かし気味で G1 行く、大丈夫、寝不足で体力が下がることがある、バッドコンディションですね。心配になるよ。よし、では G1 に行きましょう。はい、G1 に行きましょう。天皇賞は秋、根性が足らない。根性が G はダメか。根性上げといた方が、あ、待って、何でもナオールがあるな。使っときましょうか。で、コンディション解消。じゃあパワーレース獲得 35% も使っちゃいましょう。では行きましょう、 G1 の舞台へ。ちょっと根性の少なさは心配ですが、そんなのはスピードで、スピードでかわしたい。2番人気。根性か、根性の足らなさか。やっぱダメなんか、バランスよく上げていかないとダメなんですかね。20まで1つついてる2番人気です。天皇賞、秋ですね。まあ、頑張りましょう。ということで、連続1位記録、連続1着記録、また途切れると、なんか悲しくなるよ。さあ、行きましょう。東京レース場、芝 2000m です。雨ですね。さあ、スタート。スタートは大丈夫。さあ4倍速でお届けいたします。現在は11番手1400、1200、残り半分 1000m。 現在5番手ですね。現在はちょっと先頭と差がだいぶ離れている。4、3。待って、だいぶ先頭と離せてるよ。そんなに戦闘早いの。さあここでスキル発動して、
一気に刺すか、刺したいか。400、ここでも上がってきたよ。上がってきた、上がってきた。どうだ、ダメか。あーっと、どうだ。おお、どっちだ。わからんぞ、パッとわからん。ああ花って何、花って何ですか。花さ、2着。花、根性。ポイントゲット。コンティニューはしません。2位を認めます。惜しかった。花さか。手の塩飽き。手の塩飽きとか言って。やっぱ根性開けといた方が良さそうですね。なんかそんな気がしてきましたよ。なんかシュネコの勘、まあ、そんなに当たらない勘が。そう言ってるな。上げたいんですけどね。まあ、スピードを B プラスにしちゃえば、根性の少なさなんて大したことない。あ、でもダメだな。休もうか。休んじゃえ。体力回復アップ。さあ、G1 再び。G1 出ましょう。でもね、ポイント的に、バツ。バツは、さすがにね。ちょっとバツは、ちょっと、怖いので、根性を、やっぱ、上げていきます。ただね、根性の、あれですよね、根性の、その、レベルが1なのでね、そこまで練習効果上げといたらどうだ ?9 しか上がんないな。これを感じちゃうと、なんかスピード上げといた方がね、いいような感じもするんですよね。上げといた方がそうそうな感じしますね。まあ、一回根性ね。よし、やろう。根性足らないからやろう。っていう理由です。アップ、パワーアップ。さあ、根性あともう少しで D プラスですね。レース獲得。あ、注目株はいらないか。注目株ってどんな効果だったっけ。注目株の効果を教えていただきたい。ダメか。ここはスピードかな。まあ、根性あと1上げたら D ブラスですけど、まあここはねスピード上げまして、さあ B プラス。なんか一つの項目が B プラスになるのは初めてかもしれないな。さあ、あ、根性 D プラスになりましたね。さあ、なんかもう B プラスや D プラスやね。もうなんかややこしいですが。ややこしく感じてしまいますが。さあ、行きましょうか。あ、なんかスパルタメガホン買っちゃった。さあ、スキルポイント。ちょっとスキルポイントですね。なんか最後のために取っておきたいような感じをするんですよね。なので、ちょっと、どうしよう。どれがいいのかが、わかんないけど、なんかとりあえず、この綺麗星、なんか綺麗星じゃないな。なんだ、祈願星か。今一応、ゲットしとこう。絶対違うな。さあ、行きましょう。G1、たずなさんの層はね、ちょっと、あえてみません。あえてみない。さあ、何番人気？ 2 番人気。ただ、すべて丸ですね。根性かな。ちょっと、スタミナ、スピードに振りすぎたかな。って感じはしますけど、まあ、行きましょう。さあ、有馬記念です。これで勝てたらね、自信がつくよ。最後ですからね。
有馬記念行きましょう。東京レースジャブブ中山記念、中山レース場ですね。芝 2500m 有馬記念出遅れはスナッチですね。セーフです。さあ4倍速でお届けしようと思います。4倍速です。現在11番手の位置、12番手ちょっと後方、残り2000、1800、さやて文字スキル発動ですね。1400、ちょっと早めに、そう、チンスキル2回、2回じゃない、2個使いましたね。残り1200、ただ12番手、大丈夫？こっから上がれる？残り 1000m、 半分通過、いや半分じゃないな、もう半分通過してるな。じゃあ11番手上がってきました。残り8着、12番手、11、10番手上がってきました。現在18位、7、どなんか待って、6番がめっちゃ早い。残り400、お、ここでスキル発動。さあ希望の素で、希望の素で、期待の素で、どうだどうだ、200通過、どうだ、6馬身差は怖い。ああ2着だ、惜しかった、でも頑張った、2着です。連続2着記録になっちゃった。ポイントゲット、キープ。さあまあこっからね、あのツインクルスターが始まりませんかね、簡単に始まりますからね。優勢追加、さあ目達成、全ての目標達成。お、最優秀シニア馬娘選出、スキルポイント、スキルレベルアップ、ツインクルスタークライマックス、育成グッズね。さあ根性あげましょう。絶対に根性あげましょう。スピードもね、パワーもあげましょう。全て使いましょう。アップ。さあこっからですね、どうするかですよ。スピードを A にできる可能性もありますよね。多分8着ポイントで A だと思うんですけど、あと30、70、60ぐらい、50ぐらい、それぐらいかな。待ってよ、やっぱ根性上げたいな。ただですね、体力ないな。体力回復したいな。体力回復したいな。ないな。とりあえず、この、これ使おうか。すべても取りに行こうか。40% アップ。これで、一回、休もう。いや、休もうというか、回復数あげましょう。これで、回復数上げといて、回復数の B にしまして、は、密 B だよ。根性の少なさがちょっと気になる。21、どっかで上げれないかな。なんかちょっと、望みだな。行きましょうか。阪神レース場、芝2000メートル。ツインクルスタークライマックス、第一戦。さあ、ナンバー人気。1番人気。やってきました、一番人気。さあ、レッツゴーです。いやー、ついにね、やってきましたね。もしかしたら A ランクの可能性がある。今回ね。初めての A ランクのね、可能性がありますよ。さあ、行きましょう、ツインクルスタークライマックス。第一戦です。いやー、なんかドキドキしますね。いきましょう、大戦。いやー、もうドキドキですよ。
うおっやめてと思ったよ。出遅れないと思ったけど出遅れたよ。さあちょっと心配の出遅れ。さあ16番手からスタートですね。早手盛り。さあ4倍速で受け入れています。ドメインのトップが先頭ですねさあ1200中距離丸。なんかやばいぞ、結構後ろだよ。800m、現在11番手ですね。第4コーナーカーブ、最終コーナーカーブ。さあ残り 600m。 さあ10番9番と上がって、なり上がってきました。さあどうだ、上がるか。400、残り400。さあここでスキルを発動します。レベル4ですからね。どうだ、200通過。どうだ。お、よしよし、やったぞ。さあ、よしよし。最初はね、最初は大事ですからね。首さ。どれぐらいかね、なんか。鼻がもう本当に、あともう少しでやる感じやから。さあ、一番人気一着。やったね。さあ、ここでレジェンドランクね、突入しました。さあ、ポイントもね、1位ですよ、最初だからね。これスピード、おお、あ、上がるじゃん。あ、上がっていきますね。あ、じゃあもうこれ、根性も D、いけますね、根性 C いけますよ。よし、じゃあ、根性はレースで上がっていくと考えてしまっていいかな。12%、シュネコは 12% の恐怖。12% は勝てない。なので、まあ、本当は、練習、まあ、根性ね。一旦休むか。いや、でも、どうなんだろうな。ここでスピードを上げたいなって考えたら、まあ、一旦休む手だな。よし、体力マックスにしまして、行きましょう。第2戦。2200m。阪神ですよね。一番人気、ただなんか一つ線がついてるぞ。線は、一番、なんか何も評価ついてないことじゃないのかな。やばいぞ。なんか、二番人気に一番ついてますね。ちょっと油断はできないね。っていう感じの第2戦です。ツインクルスタークライマックスね。ああ、ツインクルスタークライマックスね。はい。はい、これで。第2戦です。なんで？ダイヤモンド、ダイヤモンド。17番手からスタート。ちょっと心配のうちですが、大丈夫かな？さあ、残り1800。まあ、まだまだね、レースは始まったばかりです。1400。さあ、間もなく半分の1200通過します。さあ、1000メートルです。残り800メートル、3分の1を通過。現在、11番。14番、なんか下がってきた。大丈夫？なんか、集団に巻き込まれてしまって、あれなんかな。なんか力出せないとか、そういうことじゃない。なんかマークされてるとか、そんなことない。いや、そんなことないか。どうだ、慌ててたよ。追い比べ。お、どうだ、おの、逃げ出した。さあ、どうだ、スピードをなんかめっちゃ発動したよ。やったぞ。連続で一着だ。1位と4分の3馬身。さあ、勝ちました。1着です。2連勝。トニクルさん、2連勝です。やりますなね。
ファン数アップ、獲得アイテムゲット。さあ、連続1位。今、3連続1位目出してね。頑張りましょう。さあ、上がっていくね。ランキングキープ。1着1着。さあ、あれ?まだこれ、もしかしたら1位になれたんじゃないか?お、根性が C になりましたね。なんか GGC だな。お、スピード4ターン。これ使ったらどうだ ?3!22 アップ。足らない?A にしたい。あと14。アップ。今アップしても。あと14。14上がるかな?14上がるかな上がるかな ?14。まあ、ちょっとレースのファン数とこの獲得のあれ使っときましょうか。アップアップ。では行きましょう。2000m 中山レース女子馬 2000m 一番人気。さあ行きましょう。根性もね火になりましたしね。根性も火になりましたしねって何。根性も C ですからね。もう D なんかじゃないよ。C だよ。さあ、行きましょう。さあ、トゥインクルスタークライマックス最終戦です。第3戦です。スタートは大丈夫だね。さあ、4倍速でお届けいたします。現在17番手です。さあ、ドキドキですね。さあ、スキル発動、金スキル、残り1400。1200m 通過して残り 1000m になろうとしています。ってところで4倍速止めます。現在8番手ですね。さあ上がってきました7番手。さあ残り 800m 最終コーナーが曲がっていくかな ?7 番手ですね今。6番手。残り 400m。さあ第4コーナーカーブ。残り400。残り400だよ。残り400だよ。さあ、スキル発動します。こっから、どこまで上がる?どうだ?速度アップ、追い比べ。お、お、抜け出した?やったー3連勝だ !3 連勝だよ3連勝また引き合ったよ2馬身差ですねやったありがとうあなんか途中で聞き合った1着ですねオッケー30ポイントキープおーなんかファン数40万人超えちゃったよおー上がっていきますねあ、待って、あと3足らない。なんで優勝だー、なんか優勝ボーナスとかもらえない。よし、もらえたね。やった、行きまし、さあ、A だ。A だ。初期、ステータス、初 A ですね。シナコにとっては初 A。発着中。他も、まあ、B、B がね、2、B2 個ありますよ。さあ、スキルね、取りましょう。まず、取りたかった。取りたかった。これ、金スキル取った方がいいですよね。こちらですね。一番星。そして、金スキルね、取ったからね。取れなかったな、あと。どうしよう。あとは、どれがいいのかわかんないので、まあ、一応、回復取っといた方が、でも、ま、これ150ポイント全部使えるような、あれのがいいですよね、多分。150とかない。あ、144があるね。144だな。144だな。どうしよう。でもね、だって。ありったけの心を持とうか
こうしましょうか。ティンスキル3個目ゲット。これでスキルは、ティンスキル3ですね。まあなんか前回のね、マキカネターンホイザーと比べたらスキルの数はちょっと少ないかなと思ったりするんですけど、まあ初期ステータスが A なのでね、ステータスが A なので、行くかな、育成完了しましょう。そうだ !B だ待って待ってよB なの !B プラス A の壁、意外と高い。1万点ないと A じゃないのか。惜しいな、9600。いい獲得。お、スピードの因子2がつきましたね。青因子2ですね。B プラスか。スピード A だよ。根性の棚さ。根性が少なかったかな。なんか、どうなんかなって感じしますけど。まあ、通算成績は28戦24勝。勝率、パッと計算したら8割ぐらいあるのかな。うん、どうだろうな。うん、8割。いや、違うな。あれ、まあ、いや、8割あるな。多分ね。はい。まあ、こんな感じですね。連続1着記録が、パート4ぐらいまでね、続いていました。で、パート5、前回のパートですね。前回のパートで3着で取ってしまいまして、今回のパート2着とね、最後 G1 2つ取ってしまいましたが、まあ、それでもね、すべて3位内ですね。これもすごいよ。歴代評価点1位更新。そして、シュネコの、すべての馬娘の、まあ、歴代評価点1位ですね、多分ね。お、シナリオレコード更新。28歳24勝。春秋グランプリだね。やりましたよ。はい、ということでですね、チーム編成いきましょう。どうだ？お、上がるね。C2 になりますね。チームランクアップ C2。 やりましたね。8万点台取りましたよ。ネクスト C3。 さあ B プラスがね、増えましたよ。ということで、まあ、多分歴代シネコの最大ね、評価点1位のはずなんですよね。どれで見るんだ？これか？ほい。うん、1位ですね。歴代評価点1位ですね。達成しましたよ。多分、A は1万点ですね。はい。ということで、まあ、1万点を目指してね、これからも、まあ、育成していこうと思います。ということで、今回のパートはここまでにさせていただこうかなと思います。連続パート、サトンダイモンド編。何個いくかなって思っていたんですけどね。結果は B プラスです。惜しいな。あと400点ぐらいだったけどな。あと400点なんですけどね。ということで、また次回、一体どの馬娘で育成していくんでしょうかということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは、次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。